こんにちは、よしさん。そして動画をご覧の皆様、総家塾の久保でございます。まあ私のね、嫌いな言葉というよりも、言葉自体が嫌いなわけじゃないんですよ。ただですね、その言葉をあの軽く使う方が、まあ多いというらいよりも、軽く使ってる人しかいないと言ってもいいかなと。まあその一つが本質っていう言葉ですよね。あの、本質語れるほど何かやってきたのかなと思うわけなんですよ。うん。で、これね、出るたんびに、まあがっかりすると言いますかね。 相当な人なのかなと思ったら相当な人ではないんで、まあ、その量ですよね行動量が少ないんで少なくとも私よりは少ないですね私よりもまあどいもこいつも少ないとで本質論とか出てくるんで何が分かるんやと思いながら聞いてみるとやっぱり分かってないとうんだからねあのまあ私メールの返信すごく早いんですけどもそれは何でかっていうと もうご質問いただいた時にその質問ってのはに何百回も答えてるんで同じパターンなんですよねだから動画を撮り始めても、うん、吉谷さんもそうだと思いますけども一つのテーマがポンと浮かぶとそっからねなだれのようにトークが進んでいくと思うんですよで例えばっていうのがいくらでも出てくるんで話を長くしようと思ったら長くできるし短くしようと思ったら短くできるというふうにトークもコントロールできるみたいなねで本質論を話す方っていうのは 自分の経験したわずかね、えー、5個とか10個ぐらいで語っていくんですぐ行き詰まってしまうんですよ。で、新しい、えー、まあ、その方にとってね、新しい、えー、質問が来ると、ちょっと時間をくださいってなるんですよね。うん、経験不足ですね。ちょっと時間をくださいっていうのは。知識不足、経験不足と。で、こういう人が、またね、コンサルとか言い出すんですよ。うん。コンサルって何なんですかね。ただ喋ってるだけだろうと思うんですけどね。うん。だから、コンサルって言葉も、いまいち軽いなと。 何がコンサルやと思うわけですよ。いや、喋ってるだけなんだ。何 <laughs> な,なんですかね。うん。百歩譲って相談ごとくらいでいいんじゃないかなと思いますけどもね。まあ、いちいちね、あのー、その言葉の定義を、うん、押し付けて、なんだこいつはっていうふうに突っかかることはないんですけども、まあ、少なくとも私は使わないかなってことと、使う人は使う人で、かなり覚悟がいるんではないかなと思うんですよ。うん、あのー、本質というほど本質が分かってるのかってこととね。つまり、量をやってるのかってことと、 コンサルと言えるレベルのことをできているのかということもありましてね。うん。まあ、そんな感じでねえー。吉田さんのお話聞いてると。まあ、確かにそうだなと量のことだなと思いましたよねやっぱりね。普通の人とプロフェッショナルって、その量のレベルで言うとこう。2桁ぐらい違うんですよね。1桁じゃなくて2桁ぐらいで100個やってよしやったぞっていうのと1000個やってうわ。これほどまでにできる奴はいないだろ。うっていうのと。 1> 1万個で、まあ、普通のレベルだと思ってる人と当然見てるところが違いますよね。でまあそっか塾の中の言葉であるのはですね登りるるまでで景色が見えないいっていう言葉があるんですよあの階段を登ったりとか山を登ったりして頂点に行くと360度ぐるっと見えるんで初めてものが語れるんですけども登ってる途中にこの山はああだとかねこっから見える景色がそうだとかね。 えまあそういう風になっちゃったりとか昔自分が登った絵はこうだったっていう風になっちゃうんですよねあの登りきるまでは何も見えないんでその道の途中で語ることはないだろうという風に思うわけなんですよねで、えー、自分の設定するその山の高さがどのぐらいにあるのかなってことも考えなければなりますよね、えー、月収100万目指すのは簡単なんですけども月収100万にたどり着くための山登りのルートが分かっているのかってことと分かったところでそれをね登りきっていけるのかってことなんですよ 1>, 1日2日ではとても登りきれませんし相当な根性と体力がある方知識がある方経験がある方なら分かりませんけどもまあ少なくともね年という単位はかけないとダメかなと思いますしかも1日に1時間とかででじゃないんですようん。数時間とかね10時間とかねそのぐらいのレベルで没頭して起きたら全部それをやってるみたいなエネルギーでまあ1年とか2年とかっていう 時間投入労力投入入労力が必要なななんではないかなと思いますねそこまでいくとまあ本質論に近くなってきたりとかコンサルというレベルで人と話ができるんではなかろうかと思いますけどねうん孫正義さんのね言った言葉も本当そうだなと思います私がねやっぱり自信を持ってお話できるのは圧倒的な量をやったってことなんですよ、まあ、しかもその量をやった期間っていうのはそんな長くないですうん私が40から始めて今46歳ですけどもこの6年の間に全てが起こったわけなんですよ 1>, 1万4000サイトもそうですしね。メルマガの読者さん2万人もそうですしね。えー、ライブ放送、Facebook ライブを4000回もそうですし、YouTube のアップロード1万本以上もそうですしね。すべてが起こったわけですよ。だから、できるんじゃないかなと思うんですよ。時間的にはね。時間的にはできるんだけども、多くの方は100個やって満足するか、200個やってくたびれるかなんですよね。ちょっと疲れすぎなんではないかなと思います。うん。で、私が思うのは、 あの自んかね、えー、いやその疲れとか気持ちのね乗らないところとかそういうのを無視してとりあえずは頂点に登ってみるとそこにはね全く味わったことない景色と爽やかな風が吹いてるんではないかなと思うんですよね。そしてそこにはですね同じように登りきった、うん、少数のね精鋭が、まあ、待っているんではないかなとそういう人たちとは。 手を取っていけると思うんですよ、うん、まあ山を登ってる途中とかもう登ることはやめた人がね何を言っても聞くに値しないと言いますかそれっぽいこと言うんですよや,やってないから、うん、やってないんでそれっぽいこと言うんですけども、うん、なんかその気の毒だなと思うばかりですねあの見えてないからこそ、うんまあ、言える言葉というかねあの経験少ないからこそ大きく見せる。<laughs> の形とかね本当に何者でもないっていうことに気づくわけですよ登りきったらねどうしようもない人間だと自分はね、えー、完全な自己否定ができるわけなんですよでも事を成してない人っていうのは肯定感がすごく強いですね、まあ、肯定感が強いからやめるんでしょうけどもねこんなもんじゃまだあーやったうちに入らないっていうような自己否定がちゃんと使えれば1万なんていうのは何をやってもスタンダードにたどり着くところかなと思うんですけどもね。 まあどこまでねこれが吉谷さん以外の動画をご覧の皆様に続くか分かりませんけども「億万長者合宿」というタイトルでこの動画のねリレーもさせていたいてまして億万長者への道特に普通の人がね普通の人が今まで時間を無駄にしてきてお金を無駄にしてきて人間関係を無駄にしてきて意識を無駄にしてきてってことをやってるんだったらできることってのは量をするってことに尽きるんじゃないかなと思いますよね。 だから年齢重ねるとその量をやる時間が残されてないんでかなり不利だと思いますだから40過ぎても50過ぎても今日から始めるってことですよね今度の休日から始めるとかゴールデンウィークはやるぞみたいなあそんなね形だと、まあ、その時点でもう終わってるんじゃないかなと思うわけなんですけどねはいではあ久保哲郎の嫌いな言葉をアンサー動画にさせていただきましたまたよろしくお願いします